こんにちは、サータンです。今日はついに大会前日になりました。やっと来ました、まあ、約2ヶ月間ぐらいかな、減量して、まあ多分前動画出した時は54キロスタートで多分動画出してたと思うんですけど、今日の朝で 47.5 キロなんで、全部で 6.5 キロ減量しました。まあ、減量についてはまた動画出そうと思うので、今日は前日の過ごし方と、まあ、明日の目標などを今日は動画にしたいと思います。で、まず今日食べてるものなんですけど、今日は赤飯、あとずんだ餅、私ずんだめっちゃ好きなんですよ。で、あと餅、まあ、ほとんどもう全部餅なんですけど、そんなに炭水化物前日に食べていいのみたいな感じで言われるんですけど、こういう大会出る人たちはみんなやっぱ前日とかにパンプアップしやすくするためにたくさん炭水化物を摂ってます。まあ、私はそこまでその筋量を求められた大会じゃないんで、パンプアップとかいう目的で食べるよりかは、まあ、明日元気にステージングできるようにいつも前日には炭水化物をたくさん摂ってます。では早速食べたいと思います。いただきます。ちょっとね、動画撮る前からもうこれも結構食べちゃって、餅も朝食べました。なんでちょっとまだ食べてないこれを食べていきたいと思います。やばーい、私めっちゃずんだ好き。いただきます。うまっ、めっちゃ美味しい、もちもち。なんかこの餅めっちゃ柔らかい。もうこれ一回食べだしたらほんまにハマる。うーん、最高。めっちゃ美味しい。いや、大会終わったら仙台も行きたいですね。仙台でずんだシェイクとか、あと牛タン食べたいな。ちょっと赤飯も食べます。うまっ。私やっぱこういうもちもちしたの大好きで、もう赤飯とかいつぶりやろ。おいしい。まあ今日はこれから、まあ水抜きもして最終調整して、明日は万全の状態でステージに立ちたいと思います。まあ目標はサマスタ出るって決めた時からオーバーオール取りたいと思ってるんで、オーバーオール取ってここでいい結果報告できるように頑張りたいと思います。明日会場来られる方がいたら、よかったら、まあサータンでもいいですし、番号とかなんかいろいろ叫んでくれると、ステージからも結構そういうの聞こえててすごい励みになるので、よかったら叫んでください。インスタとかツイッターとか YouTube のコメントにもすごい応援たくさんいただいてて、すべて読ませていただいてます。ありがとうございます。では今日はこの辺で終わりたいと思います。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、サータンでした。頑張ります。